まあやっぱり、帰ってきたんだなっていう気持ちが強いですし、まあまずここで、これから何を残すかが大事だと思うので、まあ、しっかりいいアピールしていきたいと思います。キャンプ前の柏で、まあかなり、フィジカル的にもいいトレーニングを追い込めたので、ここからは、このキャンプで、僕のフィーリング戦術しっかり高めて、開幕戦でいい準備したいと思います。キャンプの部屋は誰と一緒ですか？ワン君です。いや、みんな結構、年齢層若いのに、僕とワン君の部屋が結構年齢層高い部屋になってます。まあ疲れるんで、休憩してます。開幕に向けて、このキャンプでしっかりいい準備して、スタートしてからいい結果を得られるように、やっていきたいと思います。